はい、僕、まあ、個人的には一番好きな色ではあるんですけど、ネイビーまず着たいなと思って、でネイビーのワントーンで基本は一応組んでみました。まあ、ちょっとブルー系のシャツとかも入ってるんですけど、まあ、基本はネイビー系ベースで組んでます。個人的にネイビーと相性いいと思ってるのがあのブラウン系の色なんですけど、ちょっと黒靴もいいけどと思ってちょっとひねりであのチャスエードの靴を合わせたり、ちょっと小物で茶色拾ったりみたいな、まあ、ゴールドのこのバブアのパーストも相性いいかなと思ってちょっと組んでます。で特に意識スタイリングで意識したところは、まあ、ちょっとあえてこの首と一番トップのボタンだけ留めてるんですけど、っていうのもちょっとこう横から見た時に分かりやすいんですけど、まあ、この別注してるババのこの A ラインの膨らみというか、この雰囲気の良さが伝わるような着こなしにしたいなと思ったので、あえて上だけ留めることでよりちょっとこう強調させて見せてるようなスタイルになってます。はい、今日のコーディネートのポイントは、まあ、バブアーっていうことだったので、バブアーに合わせて、まあ、ワークミリタリーっていうアイテム、まあ、ジャーマンだったりとか、オーバーオールだったりとか、あとリップストップのベストだったりとか、まあ、そういったところでまとめたっていうところが、ポイントですかね。で、まあ、そんな中で、まあ、このバブアーの別注がリモンタっていうとリモットナイロンっていうところだったので、ちょっとこう品見えする上品見えするアイテムだった分、まあオーバーオールウールにしたりだったりとか、あとは、T シャツ自体 もうウールの T シャツだったりとか、ちょっとこう品見えする、ワークミリタリーのアイテムでまとめましたっていうところが、まあ、ポイントかなと思います。まあ、個人的にベストすごい好きなので、まあ、普通にバブアーパッて羽織るだけでもいいと思ったんですけど、まあ、ちょっと気候も考えてちょっとこうベストとのレイヤードっていうところで、ナイロンなんですけど、リモンタとリップストップっていうところのちょっとこうナイロンのレイヤードでちょっと遊んでみましたっていうところがポイントですかね。はい、自分古着が好きだったりするんで、チャップスのデニムシャツで、まあ、ちょっと今の気分に合うような感じでオーバーサイズのものを入れてます。で、まあ、その分バブは今回ちょっとクリーンなやっぱりアイテムだったりするので、それに合わせてちょっと白いスウェットとカルマンソロジーのレザーシューズでちょっとシュッと足元で締めて、コーディネートしました。はい、もう基本的にもうモノトーンともうカーキっていう、もうちょっと2色使いっていうのをちょっとポイントにしています。まあ、本当トップスはカーキにまとめて、もうパンツはちょっとこうトラックパンツというか、まあ、フェイクレザー見えるような形のちょっとこう質感が異なるものを合わせているのがちょっとポイントの一つになっています。で、なんか今年こういうなんかよりこう河川感があるちょっとスポーティーなテイストの素材感というものがすごい気分なので、そのバブアをベースにして、ただもう色はちょっとなるべくまとめるようにして合わせてます。はい、まあ、バブアーということで、まあ、やっぱ英国のブランドのイメージ強いと思います。で、まあ、自分もすごく英国の、まあ、ブリティッシュのトラッドな、まあ、クラシックのスタイルですとかがとても好きで、まあ、このモンタナイロンのちょっと今っぽいスポーティーな生地感だと思うんですが、まあ、ゴールドの装飾ですとかどこか上品でちょっと大人っぽいラグジュアリー感あるようなババだと思うんで、まあ、そこにちょっとクラシックなブラックウォッチのザンスのパンツだったり、まあ、サイドゴアのシューズだったり、まあ、クラシカルとちょっとブリティッシュな雰囲気っていうのを混ぜたドレスミックスなコーディネートっていうのをちょっと意識しました。色は若干重たいんですけど、まあ、春なんで明るい人もいれば暗い人もいると思うので、まあ、そこはちょっと自分の好きな感じのトーンで暗めにしております。はい、ズバリこのリモンタナイロンを使ったバブアーのちょっとこうラグジュアリーさとかつヘリテージの要素と、あとは要所要所にセンシュアルなアイテムを入れていて、まあ、中にこういうちょっとビーズを使ったニットのカーディガンだったりとか、少し胸元開けてみたりとか、まあ、あとは一番参考にならないと思うんですけど、こういうスパンコールの、スニーカーを持ってきて、ただ基本的にはモノトーンでまとめているので、例えばこれを応用するときにちょっと癖のあるスニーカーとか、あとは癖のある革靴、変化球なものを合わせていくことで
こういうヘリテージものでも今っぽいかつファッショナブルにできるのかなっていうところがポイントになってます。はい、一番はこの別注の、まあ、バブアの丈感を意識して、まあ、シャツとこのレイヤードのバランスを取るように、組んでます。あとは、まあ、春らしいところで、まあ、このシャツの色味を差し色にして、作ってます。で革靴で、まあ、あのクリーンな印象にしているところですね。あとワイドパンツも、まあ、シルエットであのこの上からの、まあ、全体のシルエットが綺麗になるように、ちょっと太めのシルエットに、してます。そうですね、今回の別注が、白と黒っていう、まあ、モノトーンの、色味の別注になってるんで、まあ、コーディネートも全体的に、まあ、グレーとかちょっと白とかモノトーンで一応まとめて、まあ、結構個人的に差し色とかグリーンとかを入れるのが好きなんで、まあ、ちょっと春っぽくインナーもセントジェームスのボーダーのグリーンで取り入れてみました。で一応パンツも今気分的にこういったカーハートのワークパンツとかちょっとこういったダメージの入ったものとかちょっと気分なんでそれも取り入れてみました。はい、ババアの別注をメインに組んでるんですけど、ちょっとスポーツウェアとかテックウェア的なところをイメージしてコーディネートしてます。黒ベースで足元を合わせたりとか、この別注のババアもちょっとこう絞りがついてたりとか、なんかマンパ的な雰囲気でも着れるようなベースなんで、こんな感じで組んでます。あとはピンクフロイドのパンティー入れてるんですけど、ちょっと英国合わせみたいなところで意識してます。はい、ジャーナルスタンダードデニムのちょっと別注のバブアのトランスポートっていうモデルを別注したんですけど、それに、まあ、ちょっとこう中はトーマス・メイソンっていう、まあ老舗の生地のオープンカラーのシャツに、まあ、ちょっとこう真似しやすいようなコーディネートをちょっと意識して、黒のちょっと緩めのスラックスに、季節もこれから春なので、まあ、ちょっとこうクリーンに白のスニーカーで合わせたっていうコーディネートになります。パンツとトップスはまあシンプルな黒とカーキって合わせなんですけど、まあ、今季のレリウムの柄物の打ち出しの中のまあこういう柄シャツを合わせてコーディネートしてみました。どちらかというと男っぽく見えればいいかなと思ってます。はい、まあ、バブアーって割とこう今人気でたくさん着てらっしゃる方もいると思うんですけど、あえて黒をピックして、パンツの柄を強調することでちょっとこう新鮮さというかそういったものを意識しました。はい、ジャーナルスタンダードレリウム別注のバブアと、あの今季初めてやるリーガルの別注をサイドガーブーツをちょっと、主役にしたコーディネートになります。まあ、ちょっと男らしさの中に上品さみたいなところを、メインで、コーディネートしました。今回のポイントはこのバブアの色味がすごく淡くて春らしい色なので、他はこう白のトーンでこのアウターが際立つようにコーディネートをしてみました。こちらはあのヨークさんの別注になりまして、あのバブアのこの普通は裏に使われるチェックっていうのがこう脇とこの袖下っていうところで切り替えになっているのがポイントなので、まあ、ここが主役になるように他はなるだけこうシンプルにコーディネートをしてみました。あ、はい、今回、バブアとヨークとのコラボラインを着させてもらっています。ステュードのコラボで、まあ、ヨークならではの切り替えデザインと、まあ、オーバーサイズなシルエットが特殊なものを着ます。まあ、ヨークのデザインの今切り替えのチェックが出ている部分を活かしたいと思ったので、全身はオールブラックにまとめてこの切り替えの生地が見えるようにちょっとアクセントしました。
で、ボトムスはちょっとオーバーサイズで、足元もチェルシーブーツでちょっとボリュームをつけてスタイリングしてみてます。はい、ジャーナルスタンダードとあのバブはヨークのトリプルネームをちょっと合わせたんですけど、まあ、デニムを合わせて、で中にこうシャツを着てるんですけど、これがちょっとこう独特の柄になっていて、こういうまあ男らしいアイテムにこう柄感合わせるっていうのもいいのと、あともうヨークもこれから入ってるんで、ジャーナルらしい柄オン柄みたいな遊びをコーデにしてみました。